礼拝イイシーザーは日本の競争馬、シュボバ。1994年の天皇賞に優勝し、同年の JRA 賞最優秀父内国産馬。日本レコード2回を含むレコード価値3回を記録した。バレエは休表記で統一する。状況で動くことからデビュー時から伏せただしに期待されていた。1992年12月、中京競馬場でデビュー。 安田康彦が起乗し、ダート1000メートルの新馬戦を勝利した。年が明けて2月に2勝目を挙げるが、芝での初のレースとなったスミレステイクスでは、直線で失速し、発着に敗れた。塩村勝美との初コンビとなった春蘭ステイクスで8番、人気ながら勝利すると、日本ダービーを目指して京都4歳特別に出走する予定だったが、フレグモーネで出走を取り消し、 春のクラシックレース出走はならなかった。春のクラシックレースに出走できなかった、ネイハイシーザーは、京都競馬場で行われた中日スポーツ賞4歳ステークスに出走した。8番人気だったが、大拓ヘリオスが保持していた芝1800メートルの日本レコードを更新する1分45秒2のレコードタイムで重賞発制覇を飾った。 神戸新聞杯ではビワハヤヒデに敗れ走したものの2着となり、クラシック最終戦の菊花賞を迎えた。しかし、菊花賞ではレース中に、辛抱細動を発症し、勝ったビワハヤヒデから遅れること約40秒。肺出血による調整不足で、レースにならなかった17着の成田大臣からも、さらに約30秒遅れるという大差のとの負けを、喫して、この年を終えている。 辛抱歳道は比較的軽症だったため、ネイハイシーザーは京都近畿からレースに吹き、京都近畿では3着になった。その後、マイラーズカップで4着となったネイハイシーザーは路線を中距離レースに絞るようになる。その後、ネイハイシーザーは阪神競馬場の芝2000メートルで行われた大阪杯で勝利すると、京阪杯でも1分58秒9の コースレコードを叩き出して優勝した。こうして、重賞に連勝で挑んだ宝塚記念では2番人気に押されるが、レコード勝ちしたビワハヤヒデの前に行くし、5着に敗れた。ネーハイシーザーの秋初戦は、毎日王冠だった。このレースで、ネーハイシーザーは、自身が保持していた、日本レコードを破る1分44秒6の、 レコードタイムで優勝し、天皇賞に臨んだ。ビワハヤヒで、ウイニングチケットに次ぐ3番人気に支持された天皇賞では、早めの抜け出しから、後続を封じて、勝利、念願の GI 初制覇となった。天皇賞後は、有馬記念に出走したが、成田ブライアンの急着に敗れた。ただ、ネイハイシーザーは、天皇賞を制覇したこの年の JRA 賞で、 最優秀父内国産馬を受賞している。6歳児、礼拝シーザーは大阪杯から指導したが、単勝1.6倍の圧倒的な一番人気に支持されながら9着に惨敗した。その後安田記念は6着、宝塚記念は14着と掲示板に乗れずに終わった。しかも宝塚記念後には、屈拳炎を発症してしまい、秋は全休せざるを得なかった。 7歳になるとネイハイシーザーは、屈建園から立ち直り、大阪杯から復帰した。この大阪杯では6着に終わったが、自走の京阪杯では3着に入って、健在ぶりをアピールした。しかし、その直後に、屈建園を再発。これによりネイハイシーザーは引退し、シュボバになった。種ボバになったネイハイシーザーは1997年から、 北海道日高スタリオンステーションにてつなぎをされた。初年度は種付け量無料ということで83頭の繁殖品場を集めたが、翌年は50万円に種付け量を値上げしたところ13頭に激減した。初年度3区からヒマラヤンブルーを出し、2001年には35頭と種付け頭数を増やしたが、翌2002年は9頭に減少。二千四年は 種付け数ゼロとなり、2005年に種ボバを引退した。種ボバとしては、現役時代の場所が、競馬から撤退するなどの不遇な面もあったが、乗馬にはならず生まれ故郷の大道牧場に戻った後、2009年5月に、新日高町三国の中橋牧場に移動し、さらに2011年11月からは、荒木牧場にて、オリオンザサンクス、東新ブリザード、 ブライアンズ・ロマンナーと共に暮らしていたが、2018年2月26日に病気のため死亡した。マルゼンスキーの代表産区の一頭である、サクラチオノオが後継馬を残せないまますでに死亡しており、ネーハイシーザーも後継を残せないまま守護場引退となったことで、実質的にマルゼンスキーの父兄としての血統存続は厳しい状況になっている。 2016年現在マルゼンスキー系では、クラグ王が、タネボが登録されている。古代母ラスキーパレードの孫に、梅の力がいる。ありがとうございます。